この中でまずどれを聞くのがいいか。でまずさ、これの中だとまずパワーライズ4持ってない人だったらまずこれじゃん。そうですね、今日はじゃあ、ま、これだけど、ただ確定枠が半分くらいゴミっていうか外れだから、それ覚悟してでもやっぱ引いた方がいいっていう感じだよね。うん、忍者サチ、そう、サチかアルゴ当たれば、そう、あとこの諜報の天才アルゴとかね、軍神の根源神、どうだろう、次におすすめするとしたらどうなの、ダー800とかか。でもこれやっぱあれ、こっちかリーファーじゃないの、普通リーファーか。やっぱダー800もおすすめしたいけどさ、いや、これ突水もおすすめしたいんだよ。でも引きたいの多すぎて無理なんだけど、いや、友情は終わっちゃったから、友情バースで、なんか今回悩むよね。いや、これかな。いや、でもこれどうなんだろう、さ、グリームアイズとかカオスダロスとか終わってる人はまあおすすめにくいけど、でもなんかギルランとかで使えると思うしな、これ。残生この前来たばっかだけど。あ、そっか。うん。でも また多分いずれ残生は来るから、ギルラン。まあ長い目で見るとね。長い目で見るとね、すげえ長い目で見ると、でもこれ、なんか難しいな。すごい難しい。もう、本当に、残強くしたいか、ダー強くしたいかで変わると思う。残回せんだったら、ある程度お金、そうだね。いっぱいお金あるんだったら、まあ、もうほんと今さ、一番さ、いいオーダーばっかり来てる時期だから。だよね。そういう時に限って金がねえんだよ。そう。わざと、そういう、給料日近い時とか。破産させに来てるだろ。そう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 。そういう感じで売ってるから、一気に来ない時は全然来ないけど、来る時は一気に来るっていう感じで課金させに来てるから、まあ多分今本当にどれが引くかっていうのが一番悩むところだけど、俺だったら2番目はこれで、フェイクオーダー、あれじゃない、うん、俺はなんだっけ、勇者を引いても被りありそうだからさ、引いてないんだよね、怖いんだよ。動画にするからさ、残生の勇者を、いや、この中でさ外れってあるの。これは外す、なんかね、運行モーションなんだよ、これ。スマイトで。一番遅いと思う、これ。モーションの中で。スマイトってやつ。ブン、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 ドッカーン、みたいな。なんか一番遅いやつで。で、これがね、当たったらいいんだけど。え、見る?俺持ってるよ。俺持ってるよ。死神粉塵より遅い。遅いね。ちょっと見てみる?いくよ。はい、始めます。ブンブンこれかくそうせえマジで、ブンブンだっかで、これを硬直解けるまでもちょっと時間がかかる。ちょっと今なんか強いボスやるときには打つのに勇気でね、ステップ押せ、これほら、これ、ステップまで、あ、ほら、押せえ。これ、カオスアスラとかでやろうとしたら間に合わなくて、吹っ飛ばされた話で。これは、なんか、まあでも一応筋力増強あるんだよ、これ。筋力増強でスタックブーストとかできることはできるんだけど。ね、筋力増強あるから強いんかなまあ、使えないことはないかもしれないけど、遅すぎる、あまりにも。あとは、残生の直剣もっとは、まあ、カオスダロス使えるなっていう。うん、これいいよ。感じするし、まあ、これもね、条件に出すのが大変だけどね。そう、コンビネーションあるし、まあ、残弱デバフも、まあ、片手再建タンクで使えないこともないし。まあ、これは別に、本当に、復刻だから、これ最初出た時に引いたっていう人じゃなければ、まあ、被らないと思うから。まあ、そういう人はいいのかもしれない。ダー800。で、次におすすめするのが、あ、でも直剣バースとかやっぱりこっちだよな。これだね。これを勧めする感じで。まあ、これでもこれはさ、うん、バースト引かなきゃ意味ないじゃん。うん。頑張って。うん。それが、
どうなんだろう。でもこれステップ3まで6250GM なんだけど、こっちはステップ5までだから、ステップ3まで弾けるくらいだったら、これはもう本当に期間が間に合わないんだよね。もう本当にもうそろそろ終わりって感じだから、この期間に弾くんだったら、まあそうだね。ただこっち、これがあの回復効果あるんで、斧で、しかもスタックブーストで、確か斧でリーファでスタックブーストって初めてなのかな。これがあの試し切り1000キリとかスタックブーストで、でリーファと一緒に合わせるのがすごく良くて、でリーファでスタックブーストっていうのが大きくて、でしかも回復っていうのが斧が HP 依存だからすごくいいんだよね。斧 HP 依存で強くなる元素材あるし、まあこれは99スタックにするとタンクで使えなくもないんだよね、全然。でもこれ斧の編成でこれ入れる？いやでもこれちゃんと計算したら、これ3秒で50回復なんだけど、3秒で50回復でしょ？で、これスタック99にすると4950回復するんだよ。これがめちゃくちゃ大きい。あ、でも大きいかな。斧だよ。あ、でも微妙か。99でそれだからな。ちょっと遅いか、回復が。なんか、他の武器種のリーファ条件で、うん、まあそうね、入れるかなぐらいです、多分。まあ、あの回復はまあおまけ程度っていう感じかな。地味にひるみ耐性ついてんだ。そう、地味にひるみ耐性ついてて。そう、まあスタックブーストっていうのがとにかく大きいね。斧でスタックブーストっていうのは。だから、まあ、これね、案外リーファの、あの、ステップ3確定枠はいいスキル。あとあんま外れなくない？既存でも。そうだね。あ、まあ、外れはまあちょこちょこあるんだけど。まああるけど。ただデビルリーファとかね、レビリングで使えるっていうのもあるし、熟練とか。まあ歌舞伎姫リーファとかもあるし。7ワルツもあるしね。まあただね、ちょっとね、このフェアリーウィンク、ここら辺結構ゴミだね、ここら。トップスピンもまあ、使わないといえば使わないし、まあこのお菓子のリーファーはまあなんかちょっと強いけど、まあなくてもいいみたいな、なんか当たったら外れかなみたいな、ここら辺もちょっと。だってナインテールも出るわけでしょ。ん？作詞持ってないもう。そう。かもしれないし。あ、そうそうそう、あのそうナインテール、そうナインテールもあるし。あとあの突。ただ攻撃時が上がるなんだっけ、それを狙って引くかっていうとどうなのかなっていうところもあるから、まあ一応おまけ程度でいいんじゃない。そうそうそう、おまけ程度なんか副産物で出たらいいなくらい。そうそう、黒曜のリーファ、そう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 、まあこう、うん、まあいろいろあるけどね、このおのダミズのオノリーファとかさ、あとはまあこのモッド素材とかさ、まあでもさ、結局変なのが出たらさ、うん、残念だったでしたね。まあそうだよね。まあどのオーダーでもそれは言えるけど、まあ、一応なんかさ、こういうのちょっと書いた、なんかリーファーでなんか強いのないかなみたいな、どれが強いか知りたいって言ってる人いたから、なんか、お、丸とかついて、まあ一応なんかさ、そのタンクとかバッファーでも使えるスキルも丸ってしてるから、まああのデバフとかなんかこれ別にいらねえなみたいなやつはそれ考えカウントしないで考えてほしいんだけど、で正論はそれ出んの？大体で丸つけてるけど、うん、でもこれあんまり当てにしてほしくないな、あんまりよろしくない。動画で言っとけば一応、うん、まあ結局こういうのピックアップ狙うために引くだけだから、こういうの。あとこのオーバーテクノロジーオーダーね、あのタンクとかバッファー寄りの人はこっちのがおすすめだね。まあ特に突スインがね、その打属性弱点の敵ソロカオスでやるときにすごくいいんで、まあ全体攻撃ではないけど、まあまだ突スインで全体攻撃のは出てないんだけど、ただこれスイッチで使用し命中時って書いてあるから、まあ小春に持たせるとか、まあ自分でスイッチ消費したくないから火力出す場合は、あとはフレームフォースがあるから、まあ、85層のギリ使えなくもない。そのオーダーの直径のさ、ギリとスタックブースト入ってんだよね。うん、スタックブースト、あ、ほんとだ、スタブ入ってますね。スタブ入って、そうだね、あの土のスパイル、スタックバフ入って、ね、デバフも入るみたいな、うん。確かに、87層ダンジョンでも使えるし、まあ、ワンチャンカオスラスなんでも使えなくはない感じが。
いや、モーションがだるい。ああ、でもラッシュは前方にザザザンってやつでしょ、なんか。そう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 。あれか。だこれがね、タンクにめちゃくちゃいいと思う。スタン耐性もついて、ハイバトルヒーリングもついてて。まあ、アクセルとかしたら。あ、これパワラ3なんだ。そう、パワラ3入ってて、地味に。まあ、よく言う、無属性パワラってやつだね。おいいじゃん。欲しいな。何気いいよね、回復しながら。まあ、スタン耐性だから、まあ、地下迷宮でも使えるしって感じで。まあ、スタン耐性ね、やっぱね、ギルランに向けてそのダンジョンインごと周回する人は、やっぱスタン耐性使ってくるボスもね、やることになると思うから、これはすごくいいと思う。うん、このね、フレームパイルもなんだかんだいいし。まあ、これも本当はね、俺は結構タンク重視な感じがあるから、こっち優先していきたいって、俺個人はだけど、でも火力求めるから。まあでもさ、タンクに強いスキルとか一人一人の要望になって答えられないし、うん。それはね、それはないけど、それは答えられない。ただなんか再現強くしたいとか、みたいな人とかさ。うん。ご指摘スタン対して持ってなかった？あ、持ってはいるんだけど、その、うん、多分これからすげえ強いボス出てくると、もうそのスタン耐性だけとか、まあザンプロフテクトもあれついてたけど、本当にソードスキルとかアビリティの使用枠マジで圧迫されんの。特に31層フロアボス麻痺耐性も必要じゃん。でコーヒーブレイクも入れないといけないみたいな感じで、そのアビリティ1枠でもさ、入れる枠増やさないと、もう一気にやられたら嫌だなみたいな感じがあって、回復するアビリティ減っちゃうと、本当自動回復減っちゃってきついから、そう考えると本当にそういう回復も一緒にできる、こういうスタン耐性とハイバトルヒーリングついてるやつがすごい欲しくて、ちょっとやっぱジェム足りないから、やっぱ敬遠せざるを得ないんだけど、今回は本当に本当にね、欲しいんだよね、タンクやる場合は。持ってんだけどさ、スタン耐性。でも回すならさ、うん、一周いけるガチャとかの方がよくない？そうだよね、まあ中途半端に引いてもさ、うん、結局ジェムが出せるだけ。そんだったらもうこのステップ3、本当にジェムが少ないっていう人は、まあ、バースでステップ3まで回してっていうのがいいと思う。だからまず課金もできないでジェム、うん、そうだね、なんか1500とか中途半端だったら忍び回した方がいい気がする。そう、これ2500で引けるから、これでしかも確定だしね。そうなんだよね、そう思うんで。でも、外れ枠も。そう、まあ、そうそう、その分、外れ枠多いんだけど、でも、外れ枠多くても、これ来ることまずないから、どんなに外れ枠多くても、これ来ることってマジでめったにないから。で、その幼稚園は？幼稚園もね、欲しいんだよね。一応、キリトは社員ファイルだけどさ。幼稚園も欲しいって言い方なんで、これ強いの？この極降臨で。なんかみんな強いって言ってるけど。あとは社員ブーストもまあ欲しいよねっていうのはあるけど、まあ、うん、これだね、探検コネクトの、これもね、もう全部欲しい。あ、シンさんこんばんは。これ全部欲しい。このオーダー、今さ、どのオーダー引いても全部外れじゃないんだよ。正直言って。外れじゃないっていうか、まあ外れることはあるんだけど、全部引くべきオーダーなんだよ、本当に。たまにまあなんかさ、例えば武器オーダーとか、これはまあ引かなくてもいいんじゃないのみたいなのあるんだけど、あ、こんばんは。こんばんは。これ、どのオーダー引くべきかっていうのは。でもなんか、全部でしょ。全部、そうそう、全部なんだけど、その優先的に、例えばパワラ4持ってない人はまずこれだよね、みたいな。半分以上ゴミだけど、まあ、これだよね、みたいな。いや、違う。違うの？全部。まあ、いや、全部なんだけどさ。だから持ってないから、これ全部。それ課金できるならじゃん。もう全部。それ。いや、なんかこれから始める人とかまだ課金してないよ、みたいな。ああ、でも幼稚園のやつは、ちょっと妥協ってもいいかな。うん、そうそうそう、そういう話をちょっと今ね、してて。いや、一番下のやつもまあ俺回してないし。あ、俺も回してないね。まあ欲しいんだけど。でも肝となるのは、やっぱりこれだと思うんだよね、肝なのは。いや、でも、一番、全部スイッチ回すくらいだったら、うん、なんか狙い撃ちした方が良さそうじゃない？そんだけスイッチ回すなら。2回くらい回せる。これも欲しいんだよね。カオスダロスとかさ、グリームアイズとかいけるから、これ、始めたての人とか持ってれば。まあでも、バースト満たすのがきついけど。どのオーダー引くべきか分かんないっつってるやつって、うん、多分大体無知だから。うん。うん、そうだね。引けるだけ引けって。まあそれが一番いいんだけどね、うん、まあその引けるだけ引くって言っても、その確定枠までは引いた方がいいっていう話だよね。
なんか、この、あれじゃない、うん、動画の根本壊しちゃったらごめんだけど、うん、どれを引くべきですかって言ってる人イコール、うん、この一枚持っときゃ間違いないってどれですかって言ってる人。ああ、そういう人多いね、それは。ああ。それは仕方ないよね、本当に。他のどれもそういうのは。違うから、うん、いや、どれも必要だよっていう。まあそうね。そうだね。それは先に打っておくんだったら、うん、まあ、好みかなっていう。好み、ね。これをとりあえず取っとこうとか。その、例えばその、残突だ、どれ強くしたいかとか。うん。でも、俺だったら、その、忍びと侍のやつがいいと思うよ。うんうん、ああ、やっぱりそうだよね。俺もまずこれだと思う。パワラ4もあるけど、うん、歴戦忍もあるじゃん。この2枚来たらすごい。そう、やばい。あと、アルゴの忍者の。いや、アルゴの忍者とかは、うん、そういうやつ使いこなすんだから、その後は直剣モッドでしょ、みたいな。ああ、オノモッド、ああ、そうだよな、そうか。まあ、アルゴが来ても、中身として使えるから、後半の。そうだね、そう。強いけどね。まあでもそうか、そういう人はやっぱこういう歌舞伎姫、リーファとか来てもあれか。使い方わかんないか。いや、わかんないわかんない。うん。いや、モッドってなんすかっていうレベルだから。モッドスキル持っときゃいいんだよね。中身はこれじゃなきゃいけないなんてわかってないっていう。そうだね。うん。だから使いこなせないから、パワーライズよも正直使いこなせないけど、うん。まあ、火事場ができるときにその幸はかなり使いやすいから。うん。まあ、後々必ず使えるでしょうっていうレベルで、歴戦と、うん、幸で、ね、それ優先みたいな、うん。もっと簡単に火力を出したいんだったら、リーファーバーステのバースト。そうだね。これが一番手っ取り早い感じが。そう、手っ取り早い。うん、だから、うん、編成考えるの嫌ですとか、うん、頭使うの無理っていう人は、お前じゃこれ取っとけっていう、うん。どのオーダーを引くべきかっていう人に理解してもらうとあれだね。全部持っていかない。うんって感じだよね、本当に。うん、今でもこんないいラインナップだからさ。そうなんだよ。今一番いい流れ。ルイさんこれ。これにアリスバースデーもあったんだろ、ちょっと前。うん、あ、そうそうそう、ユージオもあったし、そう。もう枯渇してるよ、みんな、ジェム。ああ、そっか。うん。で、逆にさ、課金できない人は、どのガサ回せばいいのとかっていうのはどうなんだろう。これじゃね。え、それはさ、もう、どれも、当たったらラッキーだねってレベルだから、あ、まずそれでもよくね。まあ、全部運ゲーだもんな、ガチャだね。まあ、強いて言うならさ、セレクションオーダーがさ、2500でさ、ステップ、あの、そうだね。1枚確定だから、うん、星4がね。うん、変に、ステ1だけ、そうだね。2、3回回してとかってやるよりかは、うん、これを1回回して、星4、手に入れとくべきじゃない？まあ、半額とか言って引くよりこっちだよな。そうそうそう。だって6250必要でしょ？他のやつとかは。うん。うん、え、出したら12500かじゃん。うん。無理じゃん、絶対。無理。だからこれ2500で1枚来るわけじゃん。うん。これで歴戦が来たとかさ、パワラが来たって言ったらラッキーってレベルじゃん。そうだね。あの、うん、フラワーシリカみたいなゴミなんか来たとしても、どうせお前持ってねえだろって、小石石なんだからいいじゃん。ああ、まあ確かに。うん。何期待しすぎてんの？一回で当たるわけねえだろって。うん。商売舐めんな！そうだね、それがガチャだもんな。そうだね、だからそう、もう大体もうほんと大雑把な順位付けするとこれが1番で、2番目がこのさダー800かな。でもなんかそのさ残世の直径モッドも入ってんの、ね、これアリス2枚っていう状態。フェイクオーダー U字も入ってて、で、あとこれが、まあ、残デバフ、残攻撃弱化デバフ、突弱の敵が攻撃力下がるっていうのがあるから、これ、2番目におすすめしたいけど、こっちもさ、捨てがたいんだよね。なんか残かだかどっち強化するかで。ね、しかもリーファバーステだからさ、そう、あ、そうそうそう。その、なんだっけ、ピックアップ以外でもさ、いいやつあるでしょ、うん。あるあるある。なんか、ダミズのオノモットリーファとか。あるだよね。そう、あるあるある。幸せの筒の、あ、デビルリーファーあるよ、レビリングの。いや、もうデビルは、そんなん聞いてるやつ使わないから。うん、ああ、そっか。どうせ、ワンパンできないでしょ。でも、これね、情熱セッションリーファーとかね、まあ、いろいろその、惰性の、あの、サイバーのリーファーとか強いじゃん。そう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 、そう。ああ。だから、そうそうそう。どっちのがいいって言われたら、しびれた、そう。あと、黒曜の主言。俺リーファーとか。ああ。でも、なるほど。
直剣もっと欲しいとか、うん、直剣だけでいいんだったら。あ、捨て子きつそう。いや、でもそれでもこれ 50% で当たるでしょ、どっちか。うん、25%、25%。忘れよう。そう。だってこれ、直剣もっとのさらに強い版みたいな、うん。うん。で、次におすすめなのがこれだけど、ほんとこれもっとおすすめしたいんだけどね。え、それ、なんだっけ、トツスイン入ってるやつ。でも、始めたての人トツスインって言われても、ピンとこないよね。絶対使わない。まあ、なんか、こういうの当たってもさ、なんか、タンク用みたいな感じするし。うん。外れ枠じゃないと、どっちかっていうと。そうだね。始めたてだとね、タンクやらないしね。うん、で、別に、ね、アースパイロンとか、うん、まあ、だっけ、これ。これ、スタックブースト入ってるけど、スタックブースト始めたてで使わないやろ。使わない、使わない。これ使える人でさ、うん、取引はいいですかって聞いてるやつか、やばい。うん、いない。いや、まあ、まあ、あれにいるだろうけど、うん、まあ、いるいる、たまにいる。あの、本気で編成できない人。ああ、そうだね。そう、だから、まあ、その次におすすめのが、これで一番最後、これだけど、これがね、すげえ欲しいんだけどね、コネクトの探検とか、まあ、あと、これもなんか強いって言ってる人結構いるし。それなんだっけ？なんか極降臨で、クリティカルが、まあ、最大で 200% 近く上がるスタックバフみたいな。あー。でも、初心者向けじゃないよね。そうだね、初心者向けではないね。あと、まあ、社員ブーストも、まあ、バーストリーファーと一緒に使える的な感じで。まあ、これも一応、リーファーのスキルだから、試し切り戦と一緒に。使える。あれ、どこに何だっけ？あ、パワーライズか。うん。パワーライズで？社員ブースト。社員ブースト。そう、生属性強化でそれ以外全部デメージ。あー、ダメダメダメ。生属性もっと持ってないから。あー、つーちゃんさんこんばんは。多分、始めたての人だと、きついよね、これは。デメリット多すぎて。まあ、運よく、うん、あの、直剣モッドの精度、うんうん、あと、試し切り一戦切りと、うん、とか、あ、待って、これパワーライズだっけ？パワーライス。あ、じゃあダメか。そう。いや、じゃあ使えない、うん。そう。だから、まあ、順位と的にはこの幼稚園が一番下で、ね。うん。なんか、この一番上の3つだよな。もちゆきさん優しいからさ、うん、そこを、なんか、まあ、始めたの人だと、あれなんだけど、本当は強いんですよ、ぐらいな感じで言うと思うね。ああ、まあ、そういう、ね、でも多分俺、ぶった切るから。うん、あ、ぶった切った方がいいね。そっちの方が優しさだと思う。俺は、うん、あの、まず、オーダー、どれ引くべきですかっつってるやつは、クソほど無知だから、うん、まあ初心者だからしょうがないけど、ね、とりあえず、本当はこいつら強いんだけど、お前ら使いこなせないから、うん、こいつら半分は、つって。そうだね。こん中だとこの上の3つだよね、どれか。好きなの。そう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 。うん。な、使いこなせないからね、お前ら、つって。パワーライズ4のサチも、使いこなせるか微妙だけど、うん、まあ、それ言ったらもう全部無理になっちゃうから、うん、とりあえずここはギリ紹介しとくわ、みたいな。まあ、上の2つかな大体。あと、これもさ、ステップ5まではきついから、これ、ステップ5まで引けるならこれだけど。うん、お前らステップ5まで引ける課金できる？いや、無理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 。じゃあ、諦めろ。そう、このリーファか、このサムライとか、忍びのやつ、どっちかだな。まあ、最低でも2500は貯めろっていう。そうだね、そうそうそう、2500貯めろ。1250で当たると思うな、うん。当たったら本当にラッキーだけど。うん、それで外して、あーってなって、星を1枚も手に入んないんだったら、うん、これで1枚手に入れて、うん、で、どうせムッチのやつだったら、うん、まず被んない。被ったらもうドンマイっていう。うん。まあでも最近なんか復刻のイベントとか結構来てるし、2500くらいならなんか溜まりそうな気するよね。そうそうそう。そう、始めたてだとなんか常設イベントとかもね、最初はチーム取れるし。うん、あー、溜まるね、余裕で。イベント回収全部したら。そうそう。で、なんだろう。外れも多いけど、うん、当たりも多いんだよ。あ、そうそうそう。そう。ほんとそう。だって、まあ、うん。始めたてのやつだったら、アズナのコンビネーションバフも強いよ。うん。クラインも、うん、まあ、あんま使わんけど、回復めっちゃできるから、うん、できる。ギルランジ重宝されるから。使える。で、アルも強いでしょ？強い。サチパワラも強いでしょ？うん。で、あと、歴戦シーノも強いでしょ？強い。うん、そんぐらいじゃないだろ。歌舞伎姫はまあ、多分すぐ使わないけど、あと、その、闇に溶ける忍び切りともまあ、まあ使える。残秘のバー。残秘？ああ、そこそこそこ。スキル威力が3600とかいく、そういくやつ。あとはまあ、これ、うん、まあ、ね、小刻印だけど、まあ、探検の。なんでこのさ、一部ピックアップの写真にさ、うん、ゴミ何枚か載せるんだろうね。なんだろうね。シリカとかゴミじゃん。うん、まあ多分その忍者サチがすごいその強い分、まあバランス取ってんのかな。なかなかこれ、このパワーラ4の中でもやっぱ強いから。あれ？
保険かけてるのかな、まあ弱いのも入ってるんで、そう、そうそうそう。でもさ、始めたての人ってさ、大体キャラの偏見でさ、強い弱い決めそうじゃない？あ、キリトだから強いとかね。SAO から。勇気押しだから勇気が欲しい。そう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 。そう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 。で、キリトバースで回しまくって、なんかガーンってなってる人いっぱいいた。あの、ゴミしかねえのに何やってんだろうと思ったの。ピックアップゴミじゃんって思って。そう。そう。でもね、半分ゴミだけど、半分強いってことは、2回に1回はいいスキルが出る。まあ来るかも、ね、かもしれない。かもしれないくらいだけど、そう。全く出ないっていう人もいたけどね、そのコメント欄でもいたよ。やっぱ4回5回回したけど、全部こういう。まあでも結構回せない人だったら、あんまり期待しない方がいいんじゃないですか。そうだね。そうそうそう。そう、なんか、回せない人だったら、まず期待すんなっていう。あの、何が何でも必死に金を集めてこいっつって。シェアフルで、あの、3時間、あ、4時間バイトしてこいっつって。4、5時間バイトしてこいっつって。そうだね。それ3日やっただけで1万5千円分くらいいくからっつって。本当に始めたてだと本当にクラインとかこのさ、あの鬼バフのアスナとかもさ、いらねってなるかもしんないから、あの、わかんない人はね。ってなると本当に見た目で決めると思う。そう、本当になんか、えりすぐりの当たりっていうと、この忍者サチと忍者アルゴと、あの、軍神シノンくらいしかないじゃん、本当に始めたての人からすると。うん、そう考えると本当に。アルゴも微妙じゃない？アルゴは微妙か、じゃあ。そうだね。いや、もうサチと、シノンくらいか。そうだね。そう、それしかないって考えると。いや、サチも微妙だよ。直近に使えねえじゃんとか言って。そうだね。まあ、それ考えると、ほぼ外れっていう感じになるけど。シノンだけ。そう。シノンも、言うほどじゃなくねみたいな。防御力上がんねえじゃん、みたいな。そう。ダメなこと言い出しそう。うん。そうだね。だから、パワーライズ3持ってること、まあ、持ってること前提っていうわけでもないけど、パワラ4。てか他武器使える前提だよね。そうだね。パワラ4先に取っておきたい気はするんだけどな。あの、取っておきたいって思う心理は、俺らだからだよ。ああ、そっかそっか。だからその人らからしたら、違う、そういうややこしいことどうでもいい。あの、強いのどれみたいな。ああ、そうそうそう。ああ。最初のおめえか。あ、でも、始めたての人ってさ、どこら辺の人？え、本当になんかさ、ストーリーが終わる、ストーリー中とかストーリー終わる。じゃあやっぱリーファじゃない？リーファ王。うん、そうだね。ああ、そうだよね。バーストが、ストーリー中バースト動画ね。バーストがいいからやっぱ。バーストだ、やっぱり。うん。間違いないわ。バースト最強。まあ、いや、でもあれだね。あの、なんだろう。多分、その135のカオスとか、まあそうだな、迷宮で、ルクスやってるあたり、だったら、もう気づくと思うんだよね、さすがに。何が強いのかって、まあね。何を引くべきか分かってないなりに、これじゃんっていうのが名簿しつき始めるんだよ。そうだね。ストーリー、中華ストーリー終わるかくらいか、だったら、とかじゃないかな。でも、なんか、どれを引くべきですかって、なんかこう、あれだよね。あの、楽しようとしてる気満々だよね。まあまあ、そうだね。そうだね。ああ。そうだね。でもなんかね、YouTube のコメント欄でもあったんだけど、防御力が 30% も低下するから、これ弱えじゃんって言ってる人いたから、多分ストーリーだときついんだと思うんだよね。これが。それが衝撃中ってことはさ、直剣持って当たっても3割解放できないでしょ、多分。ああ、そうだね。あとなんかこの HP が 99% 減少っていうのがさ、この条件がよく分かってない人とかだと、すぐ発動しちゃうじゃんとか勝手に思ったりする、ね。なんか逆に死にやすくなるじゃんとかって思う人いるね。こんなのめっな自分で頑張って発動しないとこんなのね。いや、むしろ逆質問したいわ。引くべきって何が聞きたいのって。いや、金があんなら全部引けよって思うし、なくても、なんかこれは、環境スキルだっていうのが欲しいの、でもそれっていろいろ持ってる上でこれと組み合わせなきゃいけないから、その一枚でなんとかなるって思ってんだったら違うんだよね。でどうしたいの、って聞きたいね。でも多分聞いてくるってことはお金なくて引けるやつが限られてるからどれ引けばいいって聞いてると思うんだよ。まあだろうね。全部引けないから、全部あれだよね。まずあのショットワークスとか、シェアフルの登録の仕方から、紹介するべきで。違う動画になっちゃ
まずそこでバイトしてこいと。なるほどね。もちろん実際にやってみれば。うん、何、バイトしてるとこ映すの？そうそう。ショットワークスに登録します。今日はショットワークスで、ドミノピザに来てますとか言って。え、何それ単発？そう、単発バイト。ああ。高校生もバイトできんじゃん。そう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 。なんか。できんじゃん、高校生なら。なんかあれじゃん。え、タンワークとかって単発ないよ。そうそう。あるよ、あるよ。あるけど。あるんじゃない？なんか、その場ですぐもらえる系があんまないのよ。ああ、そうだね。シェアフルとかは、うん、承認したら、すぐお金振り込まれるから、まあ、その店長の承認のスピードにもよるけど、まあ、ぜいぜい2日3日以内には。あ、なんかタイミーみたいな。タイミーとかそうだよね。そう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 。あと、ショットワークスに関しては、現金そのまま支給とかもある。ちげえ話になっちゃった。もう。いや、だってそうでしょ。マジで。どれ引くべきですか？ステージだったらどれもほぼ爆死だよ、つって。まあ、結論は、あれだよね。忍者侍かリーファーかどっちかぐらいだよね。まあもう十分のそれでいいよ、もう。ちょっと長くなりすぎちゃう。